G7 主要7カ国の財務省はロシア産石油の輸入価格について上限を設けることで合意しました。ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁の一環です。G7 の財務省・中央銀行総裁会議はロシアへの制裁強化を議題に、日本時間の2日夜オンラインで行われました。 鈴木財務大臣によりますとロシア産の原油や石油製品に対してプライスキャップ取引価格の上限を設置し12月5日から実施することで合意したということですロシアの収入を減らすとともに各国のエネルギーの安定供給を確保する目的だとしています具体的な価格についてはこれから検討します ロシア産石油のプライスキャップについては6月に開催された G7 首脳会議で検討することが決まっていました。